はい、おはようございます。お疲れ様様。さあ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 、今日は出ました、ビッグエビフライ弁当ね。今日はね、味が濃いからね、あのご飯はね、ライス、ご飯はライス、当たり前、何も乗っけない、ご飯はね、この白と茶色のこの二重層、余計なものいらない、何も足さない、何も引かない、こういったビッグエビフライ弁当ね。抹茶茶だよ、抹茶茶。でもさね、これいいでしょ。今日ね、俺好みです。これはね、かなり得点高いですね、俺好み。まあ80点85点ぐらいはいくんじゃないですかこれ。90点ぐらいの満足度です、僕的にはね。皆さんにとってはどうかは分からんけど、僕にとってこのビッグエビフライ弁当ね、まあよくやってみたら収まったという、ね、もうちょっと右側を考えようかな。あと100点目指すには右側をどうしたらいいかだね。ね、さあ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 、いろんな種類、まあちょっとね、あの同じようなものになっちゃいましたけどね、まあ、あのハッシュドポテトミニが安かったもんで、あの使っちゃいました。はーい、ドーン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 、朝ごはんでございます。はい、お疲れ様です。朝ごはんも終わったよ。朝ごはんこんな感じ、弁当の残り物に、ミートボールと、まあ、あの味を変えたパスタをね、一品ダブルパスタでございます。はい、そしてハッシュドポテトと目玉焼き、いつもの通り5人前でございます。はいね、あの納豆でいいですっていう方いらっしゃるんでね、じゃあ納豆全員納豆なら楽なのにね、なあね、なんないかな、納豆でいいですとか生卵でいいですとかね、パンでいいですなんて嬉しいね。さあ、あと夏まで何個減るかな。さてね、今日は出ました。おお、壮観ですな。ね、壮観ですな。これ満足度高いな俺の。まあなんだろうね、鮮やかではないけど、鮮やかではないけども、かっこいいね。なんかじゃない、テポドンみたいでかっこいいね。挑戦人じゃございませんよ。ドーン、デン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 デレデン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 デレデン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 はい、ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくよろしくよろしくね。
もう一つおまけによろしくね。じゃあ後ほど。